ジャンパト通りから望む国立博物館国立博物館は20万点以上のコレクションを所蔵するインドの国立博物館である。ニューデリーの中心部大統領官邸とインド門を東西につなぐ幅広いラージパト通りとコンノートプレイスから南下するジャンパト通りの交差点の南東側にある。国立博物館は インド独立の日からちょうど2年後の1949年8月15日に現在地にほど近い大統領官邸の一角を暫定的に曲がりする形で創立された。現在の3階建ての建物は当初より博物館の館舎として建造されたもので1960年12月18日に一般公開が開始された。 主に紀元前3000年頃のインダス文明から、現在に至るインドの絵画、美術品、工芸品、文章を収蔵しているほか、インド海軍に関する展示や、中央アジアの出土品、西洋美術、ラテンアメリカ先住民に関するコレクションを展示している。紀元前3000年頃から前1500年頃まで、インダス川流域に栄えたインダス文明の遺跡から、 出土した文物等を収蔵している。印象、陶器、粘土で作られた人形、青銅器などが常時展示されている。またこの時代の墳墓のコレクションも収蔵しており、装飾品をまとったまま埋葬された人骨と副葬品が展示されることもある。紀元前1世紀から前2世紀にかけてのマウリア朝や春河朝時代の仏教美術は、 仏陀の像を直接表現することは禁忌とされた。例えば左下に挙げたマウリア朝時代のレリーフでは、向かって右側に座っている聖者足板の膝の上に赤ん坊の仏陀がいるのだが、この像では膝の上には産着だけがあって人物としての仏陀は表現されていない。その後ギリシア文明の影響を受けたクシャーナ朝に作成されたいわゆるガンダーラ仏は、 ギリシア風の顔立ちをした仏像が作られるようになった。国立博物館では、このような仏教美術の変化を直接目にすることができる。また仏陀の生誕地カピラバストから出土した二組の仏舎利がシャリ容器に収められて、金色のストゥーパと一緒に展示されている。仏教徒の来訪者が、 この展示物の前で真摯なお祈りを捧げている光景がよく見受けられる。インドはヒンドゥー教の本場であるため関連の心臓の展示は非常に充実している。5世紀頃栄えたグプタ朝時代に作られた素焼きの像やその流れを受けた心臓群9世紀から13世紀にかけて南インドに歯を唱えた長羅朝の精度性の心臓。 各地各年代で制作された石像の心臓や、寺院の装飾など、力強く躍動感あふれる秀逸な心臓が多数、展示されている。タージマハルを作ったシャージャハーン帝時代の金貨、インド国内で鋳造された非常に多岐にわたる金貨、銀貨、銅貨などのコイン類の実物や、鋳造作業を模型や人形で再現したものなどが展示されている。インドの 各王朝が鋳造したコイン類も豊富だが、イギリス植民地時代に、イギリスの通貨として鋳造された、多種類のコインも合わせて展示されている。また別室では写真による詳細なインド貨幣の変遷の歴史が展示されている。ヒンドゥー教の神話を描いた絵画や、歴代王朝の歴史を描いたミニアチュールが豊富に展示されている。インド各地の工芸品や、 少数民族の風俗、衣装を展示した部屋もある。ムガル帝国時代の武器、盾、甲冑の展示物は、実物大の模型の像の武装など日本の武器、甲冑と比べると興味深い。また、インド海軍の展示室もある。2階に、インド各地の美術品、工芸品やインドに関する書籍を扱っている売店。 3階に喫茶系食用のレストランが設置されている。また2階の一部は研究施設となっており、一般客は立ち入り禁止である。インド各地の観光施設同様に、外国人向けの料金は、インド国民に比べて非常に高く設定されている。その代わり英語、フランス語、ドイツ語、日本語のアシャにはヘッドフォンによる解説が準備されており、 外国人用のチケットを見せれば、無料で貸し出してくれる。またカメラの館内持ち込みは、有料で認められているがビデオは不可である。すべての展示物の解説は、ヒンディー語と英語が併記されている。リフレクションズオブインディアンコンシャスネスドクター r r s 長版ナショナルミュージアム2008ありがとうございます。